お待たせしました、こちらチャンネル。さあ、今回は、はい。はい、神田翔太です。アイドル失格所属です。お願いします。はい、今回は、ね、違った衣装で。はい、今日は新衣装で参りました。ヘビーメタですか？これは違いますね、多分。ですね、であと今回ですね、藤川天さんが英検3級のライティングを書いてきたということで、はい、ちょっと翔太さんにチェックしてもらおうかっていう感じだったんですけど、はい、まあ、本当はいろいろ書いてあるって言ってたんですね。でも、今、まあ、バイトから帰ってきて出します。言ったんですけど、なんとですね、鍵を家の中に鍵を忘れてしまい、あら、親が帰ってくるまで入れませんっていうことです。あ、じゃあ どうします。ただ1枚は来てるんで、はい、まあ、その1枚本当に入れなかったのか、はい、本当は書いてなかったのか、ちょっとどっちなのか分からないですけどっていうことらしいので、じゃあまあしょうがない、じゃあ1つだけチェックしますかということで、はい、チェックしましょう、はい、こちらをチェックしていきたいんですよ。あとそれと別にですね、なんか藤川さんドラマ出るって動画出してて、はい、ネットフリックスの、はいはい、で、まあまあまあエキストラでって言って、そんなの嘘だろうみたいに言ってる人もいるんですけど、なんか動画出てましたよね。え、なんか個人チャンネルの、あ、そう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 、でまあ去年確かに撮ってたのは本当なんですよ。撮影してたの知ってた、聞いてたんで、でもなかなかそのネットフリックスのやつ動画出てこなかったんで、あ、嘘だったのかなって思ったんですけど、本当に出てきたので、おー、おめでとうございます。ネットフリックスの、なんてドラマだったかな、藤川さんってのはもうなんか、ただね、ユニバースの、ユニバースね、めちゃめちゃローストされてたじゃないですか。ごめんなさい、確かに俺が言ってないのに。そう、俺が言ってないのに、森田ユニバースって何ですか、マーブルの言われて、俺が使った言葉じゃない、ごめんなさい。でしかも藤川さんのチャンネルでは自分の言ってないんですよ、ドラマの。でもコメント欄で来てました。あ、コメント欄でちゃんとあったんで、でも本当にあの藤川さんはもう森鉄ユニバースのもう結構メインキャストというか、そういうイメージ。アイアンマンみたいな、絶対アベンジャーズの結構いい感じの役を持ってるんだろうなっていう。アベンジャーズにいたら最後死んじゃう。でも黄色い T シャツの着こなしいいですね。私ちょっと黄色を着るのがすごい苦手で、黄色い服何も持ってないんですよ。そこ。それはいい。そこ褒めた。ここ。ない。どこだろう。コメントって検索機能ないですよね。そう、ないんでね。見つかんないな。学園ドラマでした。ただ検索する方法は分かるんで。あの俳優の名前、宮瀬りゅうび。ああ、なんか聞いたことあります。顔は分からないです。ごめんなさい。うん、あと千代香の25の質問で言ったんですけど、私芸能人の顔を覚えるのがめちゃくちゃ苦手ですね。まあ、確かに大変だと思う。会ったことがないもん。結構なんか顔を忘れちゃうみたいな。あ、恋愛バトルロワイヤル。はい、これですね。で、まあ、なんでそんなね本当なのかっていうのが分かるかっていうと、その宮瀬りゅうびさんと喋ったって話をしてたんですよ。そう、宮瀬りゅうびさんと喋ってって言ってたんで、まあさすがにね、その学園ドラマでエキストラで行って宮瀬りゅうびと喋ったっていうので、そこまでのストーリーを1年前に作れるとは思わないんで、そう、1年前に言ってたんで、ああ、だ本当なんだろうなって。宮瀬りゅうびに、あの、あれは本当だったんですか、虚偽だったんですかって聞かれたって言ってました。去年聞かれて本当ですって答えたって言ってたんで、そう、宮瀬りゅうびに認知されてる男ってすごーい。すごい、そんなすごい俳優さん、僕はその時ね、あの犀原さんっていうネットフリックスでやってたのを見てたんで、みたいに言ってたんですけどね。さあ、つまり森哲さんも認知されてるんじゃないですか。でしょうね、それ知ってると思いますよ。だからありがとうございます。そう、お互い認知してる、やった。じゃあ見たいと思います。はい、せいちゃんのやつ、はい、英検3級のやつですね。トピックとしては、はい、What is your favorite place to do your homework? ってことで、ホームワークを、そんなのある？なんかそもそもなんか答えが出てこなさそう。そもそもホームワークする場所なんかどうでもよくない？なんか宿題をする人間っていう前提があるのがすごく学生味がありますね。まあ、そうですね、英検3級って言ってやっぱり中学生が基本受けるものなんで、じゃちょっとね、字がちょっととっちらかってはいるんですけど、あ、でも私よく小学生の字を読んでたので。あ、そうですね、英検でね、はい、そういうのを教えたりしますからね。さあ、まず、これはもう読んじゃって、ぶった切っちゃって大丈夫ですか？あ、もうどうぞ、ぶった切っちゃって。はい、ローストしてください。はい、もうまず、ライブラリーの綴りが最初間違ってて2番目合ってるんですよ。ライブレイ、なんだこれ、 R が抜けてて、でも2行目のやつは合ってるんですよね。なるほど。でしかも I like study って言ってますね。まあ studying ですね。はい、studying
the library. First の後に何かが抜けてて that the library is very quiet and calm. まあでもなんかあのこの間の動画でも言ったんですけど、that because みたいな使い方をするみたいなのをもしかしたら記憶にあるの、まあね。いやなんか多分ね、first、second の後ろにもついてるから、first とか second の後ろに that つけなきゃいけないと思ってんだろうなっていうのがあるのと。あと思ったのはすごい短いですね。そう、すごい短いですけど、そもそもトピック答えてないですよね。あ、確かに。で、Place to do your homework とか、そう、ホームワークするっていうのが書いてないんですよね。まあまあわかるけど、スタディって書いてあるから、まあまあまあわかるんだけど、ホームワークをするって本当は答えないといけないですね。はい、なんかあのこういうのを答える場合、なんか reason とか because とかそういうフレーズが入ってるのが結構基本なイメージがあるので、それが一回も入ってないっていうのが違う道を行ったのだな。英系はfirst、second で全然大丈夫です。なんかこう that とかを使うことでなんか遠回りしてワンチャンあった言い方をできるけど、結構文法的に難しい構造になるなって。そうですね、いやそんなザッとから切り始めたらとてつもなく難しい。まず Quiet and Calm はどうですか？ Calm and Quiet ってどっちですか？まあどっちでもいいかな、はあ、どっちでもいいね、いきなり地方の人みたいになった。で、Second that I can use a dictionary free、 だから Dictionary for free、 はい、無料でですね。で、また That Dictionary なんですね、その辞書って言われても、その辞書を、ね、だから Dictionaries の方がいいですね。ザトって辞書を無料で使える。で、面白くないで、ここがあの最初が愛で始まってるんですよ。だから自分が主人公のお話として始まってるんですけど、文章の最後の方にはあの You が主人公になってる。 When you're studying English、 あなたが英語勉強してる時、僕は辞書を引けるぜ。確かにっていう謎の、どうですかこれ、まあ、これは多分文法的に間違ってるので、ああちょっとたわしみが出てますよね。点が入るか点が入るか点が入るか、まあでもなんかあれですね、単語が少しずつ身についてるのかなっていうのは、おー、なるほど、ちょっとわかるかもしれない、はい、型をね、はい、やって、まあでもあのここだけは避けてほしかった、このライブラリーをつづり知ってるのに間違えてるっていうのは結構痛いですね、見てて、うん、そうですね、せっかく 2回目合ってるのに、うん、確かにそうですね、知ってるのにできないっていうのはちょっと辛いところがありますね。そうですね、あとホームワークっていう言葉が出てこなかったので、そうですね、これがまあ一番痛いですね、トピックに対して答えていないっていうのが、まあ、最もいけない、まあ、抜けちゃったのかなとはでも思いますね。確かに Do homework と study って結構似た感じじゃない、うん、勉強する宿題するって結構学生にとっては結構似たような行為というか、はい、うん、まあ、スタディチャンネルだからそうしちゃったのかなっていうのはあると思うんですけど、アドバイスするとしたらどうですか？アドバイスするとしたら、はい、こういうその first と second で始まるのはすごいいい感じなんですよ、はい、それはすごいいい感じにできてるので、次はその後に続くフレーズをこう頭の中にこう、うん、こういう構文を使えばいいんだよっていうのを覚えれば、うん、もうちゃんとその理由とかはできてるので、うん、それを並べられればもうちょい点が入るのかなと思います。このアドバイスとしては、まあやっぱり行を開業しちゃいけないんで、ね、あ、そうなんですか、このやっぱ first って書いてその後 second これ開業しちゃってるんで、これ段落分かれちゃってるってことになっちゃうんで、ちゃんとつなげて2級までは段落分けいらないんで、準1級1級だけなんで段落は、すごい細かく言うと段落分けした時って英語ってインデントとかもするんですよ、基本的に、はい、ね、そうですね、うん、その辺もしてないので、はい、ちょっとてんちゃん頑張ってください。そして本当に他の英作文あったんですか？送られてこなかったですけど、待ってます。でも結局一つだけになってしまいましたけど、本当にやってたのかな。もうね、試験も近いんでね、ちょっと英検とトイック受けるんで、今月ちょっとねちゃんとやるのか心配ですけど、 I wish you luck、はい、お、いい第4文系の wish でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 Bye。